います。この曲ではスラーの最後の音をスッと離して次のスラーの始まりの音をきちんと上から乗せるというところに気をつけて弾いてみましょう。それからラ音を2回3回と弾くところが何箇所か出てきます。この時にラララ指を高く上げすぎると音が切れてしまうので、指が鍵盤から離れるか離れないかのところでもう一度弾き直すというところを意識して、スラーが途切れないように優しく丁寧に弾いてください。ところもその同音連打が短くならないように、というふうに弾いてみてください。